株式会社 AI によるデモ音声です。写真拡大。阪神広島18日甲子園球場前日にヤクルトのマジックが2つ減って4に。株式会社 AI が提供するデモ音声です。最短なら20日の甲子園直接対決で高津監督が宙に舞う。これはデモ音声です。この日はヤクルトの試合がないため、阪神は何としても勝ってマジック減を阻止しておきたい。株式会社 AI によるデモ音声です。打線では佐藤輝が7番右翼で4試合ぶりにスタメンへ復帰。株式会社 AI が提供するデモ音声です。未だに復活の気配がないだけに、そろそろ結果を出さなくては、再び2軍落ちしてフェニックスリーグで出場するという選択肢も出てきそうだ。株式会社 AI が提供するデモ音声です。先発は伊藤進。株式会社 AI によるデモ音声です。広島とは今季2度の登板で1勝0敗、防御率 1.50 の成績を残す。株式会社 AI が提供するデモ音声です。ここまで8勝を挙げており、9勝に到達すれば球団新人左腕では1967年に12勝を挙げた井夏以来54年ぶり。これはデモ音声です。自分の投球をしっかりして全力で投げていきたい。株式会社 AI が提供するデモ音声です。低めに投げ切る準備を徹底してやっていきたいと意気込む。株式会社 AI によるデモ音声です。広島先発は阪神の青柳と最多勝争いを演じる栗。これはデモ音声です。こちらは今季の阪神戦で1勝2敗、防御率 6.60 となっている。これはデモ音声です。試合開始は18時を予定。これはデモ音声です。スタメンは1…